どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はですね、ちょっとウクレレとかギターとかもピアノとかも何でもですけど、こう弾いて歌う時のためのとっても大事なことの、やり方をシェアしたいと思います。いきますよ。今日のテーマはこれです。ドン！コードと歌を覚える方法です。コードと歌を覚えるってこれね、やりたいですよね。皆さんどんな感じですか？皆さん自分でね、ウクレレ弾いたり楽器演奏しているときに自分のね、どんな風に演奏してるか、私が真似しましょうか。いきます。こういうの見てるでしょ、楽譜ね。こうやってやって、よし、やるぞとなります。こうですよ皆さん。ワン、ツー、スリー、なんと、やってるでしょね。これ音楽やってんじゃなくて字読んでるだけですからね。やっぱり気持ちよくさ、ドーンってやってる時にどこ見てますかという話。やっぱ覚えないと気持ちよくできないじゃないですか。やっぱり音楽やりたいなと思った最初の理由って、ああ音楽やできてる人って気持ちよ、音楽やってる人って楽しそうだな、気持ちよさそうだなって言って音楽自分が始めたのに、今度自分が始めたらこんなね、楽譜にガーッと見てその通りにとか、それはちょっと寂しい。だから覚えよう、曲を覚えよう。コードと、要は曲を覚えようっていうのはイコールコードと歌詞をたまに入れましょうってことですけど、それができないんですよってよく言われます。できる方法なので今日はシェアしたいと思います。いきますよ。もういきなり今日本題から、もう答えからいっちゃいます。コードと歌が覚えられる方法は、いきますよ。コードと歌を覚えようと決意する。終わりです。すいません、なんかでも本当にこうなんですよね。ものすごいシンプルなこと言います。まずね、コードと歌が覚えられないですという方、その人の、演奏を見てみますと、まあさっきもやりましたけど、よう見てるんですよ。よく見てるね、この楽譜をね、楽譜をよく見てます。まずね、じゃあその覚えようと決意するってことはどういうことかというと、まず見ないんですよ。見ないようにするんです。って思うでしょ。でも見てたらずっと覚えられません。例えば一例ですけど、コードを覚えるとき最初なかなか覚えられないですよね。 C とか F と G7 も、G7 ってなんかあーとか言って言うやつもあるじゃないですか。あれもね、やっぱ結局ダイヤ、コードダイヤグラムってあるじゃないですか。こういうやつです。こういうダイヤグラムってあるじゃない。これをね、いつも見ながら演奏してる人は覚えられないんですよ。あともう一つ、よく初心者の方でやるのは、この C はここに赤いシール貼りますとか、グリーンのシールを貼ってるとか F ですっていうふうに、あれってね、最初はいいんですよね、すごく。あ、こう赤いところを押さえようとか、F は緑だとか、そういうふうに、最初は便利なんですけど、じゃあ、そのウクレレ、シール取っちゃったら、もう一回結局覚えるってことですよね。なんでね、やっぱり結局は自分でちゃんと確認して覚えていくしかないんだな、ということがよくわかると思うんですよ。なんでまず見ないってことなんですけど、でも見ないのかと思うの、見ないと不安でしょ？でも、皆さんが大好きなバンドとかミュージシャンの人見てください。やっぱ楽譜見てないじゃないですか。それにやっぱり音楽ってやっぱ感情表現だから、やっぱ歌詞も覚えたい。歌詞も覚えたいですよね。でも歌詞って、やっぱりね、文字を、日本語って50、51文字あるでしょ？あいうえを書きくけことか、そんなやつ。あの順番では覚えられないわけですから、やっぱストーリーで覚えるわけですよ、歌詞って。要は、それは映画をね、自分で、見てるように、ストーリーで頭の中でこう、ドラマを作るっていうイメージがいいと思うんですね。そのイメージをこう繋げていく。あ、そういえばここでドアが開いて彼が入ってきてみたいな、それ映画を見てるみたいにそれを再生していくっていう、まあなかなかね、ロマンがあるんですけど、そういう、まずその歌詞を読み解いて、この曲ってこういうストーリーなんだなって、それぞれの人がこう頭に思い描く。それがまず大事だと思いますね。で、まずね、その、見ないっていうことを大事にしたいんですけど、私、ガズがよくおすすめするのは、とにかく自分が大好きな一曲を覚えましょうと。そうしたら歌詞はさ、もう覚えてるじゃないですか、大好きな曲だから。ガズレレ的にね、幅広い世代で覚えられるそうな曲を探すと、まあユーミンのルージュの伝言がいいかなと思うんですよ。こんな感じなんです。あの人のままに会うために、ここのところ C と Aマイナーです。 CC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 A マイナー、ほらこれだけでもう見なくてもいいでしょ。で、黄昏になってあれとなったら、その時見て、それでだん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 1ブロックずつ覚えるというところを増やして、でね、一回見たらまた閉じてくださいよ。そしてまた最初からやってみて、あ、突っかかったらなんだっけってやって、それを繰り返すしか基本ないかなと思います。で、
まあ、それそのステップに行ったら、あともう一個、面白いゲーム的に考えてもらうのが面白いと思うんですけど、このガズの簡単ウクレレソングブックも見ててもね、まずこうやってバーッと見ていくと C から G7 に始まる曲って結構多いなとか、そういうパターンでやるといいと思うんですね。例えばよくあるのは C から始まって Am に行って F に行って G7 みたいなのってよくあるんですよ。このなんかこの下から C って下でしょ、 Am って上でしょ、 F って1個足して斜めになって G7 下からなんかぐるーっとこう指回ってるなとか、そのここの中のイメージというかストーリーも入れちゃう、ね、それがだんだんこうあの増やしていく頭の中のイメージをね、はい、でそれをねやっぱり見ていると育たないんですよね。見ていたら見てるんだもん。だから楽譜の使い方は答え合わせをする時のものっていうふうにその捉えるのがいいんじゃないかなと思います。で、好きな曲であればもう歌詞は大体覚えているから、そのコードのイメージだけで、あ、F から C に来たな、なんか斜めから戻ったなとか、そう、G7 三角形から Am 上に行ったなとか、うん、そんなイメージとか、大体 Am とかマイナーがつくやつは、ちょっと寂しいこう響きだなとか、そういうのもすごい大事になってきますんでね。そういうなんかいちいちそういう気がついていく、あ、 C ってこんな明るい色だったんだなとか、 Am E7 ってなんか切ないよねとか、そういうイメージ皆さんもね持ってるんですよ。もうすでに、あ、 E7 ってここ物悲しいよねとかね、 G7 はちょっとこう最後の収まる感じだなとか、そういうコードのイメージを独自に持っていくっていうのがいいと思います。やっぱガズレレ必須コードって限られたコードの数なんで、なんかそのいちいち一個ずつこうなんていうの、人間の性格みたいにイメージ持っていくとまた面白いと思うんですけどね。そういうことと歌詞とメロディーとかこう一個カッと合わさった時に気持ちよく演奏ができる。弾かずにもう全部覚えちゃって弾けるようになるとすごい楽しいんですよ。だって音楽やってる時景色が変わるじゃないですか。例えば今日はね、東京天気がいいですけど、うわ天気がいいなと思いながら演奏するっていう経験案外皆さんなくないですか。音楽ウクレレを弾くっていう時はこの景色しかきっとない人多いと思うんだよね。だって音楽って別にさ紙見ながらやるものじゃないですよ。やっぱりどういうとこでやってるか、どんな仲間とやってるかっていう、そういうことを気づきながら、その景色と自分の居場所をミックスしながらその曲のストーリーをこう再現していくっていうところがやっぱ楽しいことですから、やっぱ覚えるってことはね、これね皆さん本当にチャレンジしてもらいたいし、気持ちがいいんでね。で、まず1曲でもいいんで、好きな曲でも簡単な曲でもいいです。弾かずにもう全部覚えちゃって、そしたら気持ち体験できますから、何が起こるか、それが成功体験になって、じゃあ次この曲覚えてみようかなとか、次この曲覚えてみようかな、今だったらクリスマスシーズンじゃないですか、あ、クリスマスパーティーの時にジングルベルぐらい覚えてみようかなって言ったら、ジングルベルができるようになったら今度赤花トラックもいけるなとか、そうやってねどんどんそれが成功体験になって、まあ結局数も 何曲も何百曲も結局覚えてるということになると思うんですよね。で覚えちゃうと今度はやっぱり全体的に体にもゆとりが出てくるから、体揺らしたりね、その表情つけたりとかして、やっぱ棒歌いしてるよりはもう表情つけてね、感情込めてやりたいわけですから、音楽ってやっぱり そこまでいけると、もうなんていうのかな、本当に音を楽しむ音楽になると思うんですよね。でやっぱり楽譜にずっと依存してると、もう本当に答え合わせみたいにこうこの通りにやんなきゃいけないっていうイメージにやっぱなっちゃうから、こういうのからとだんだん解き放されていくのがいいんじゃないかなと思うわけでございます、ね、今日確認しますよ。楽譜を見ないで、最初覚えたら閉じて、できるとこまで行ったらというのを繰り返す。あとコードのイメージ、優しいなとかマイナーは悲しいなとか、そういうイメージ、あとは歌詞の、ストーリーをドラマ、頭の中でドラマ化して、弾く。このあたりをちょっとぜひやってみてください。せっかくウクレレやって1年も2年もやってるのにさ、なんか見ながらじゃなきゃできないっていうのはちょっとそれだけじゃね、やっぱ好きな曲何曲かはこう空を見ながらできるようになるのは、もうこれ本当に楽しいから、やっぱだってウクレレパッと持ってすぐできるんだもん、なんか楽譜どこだっけとかやんなくてもいいわけですから、それをぜひ皆さんものにしていきましょう。そういうのはね、やっぱり豊かな音楽のあり方だと思いますよ。さあ皆さん、ウクレレでどんどん音楽楽しんでいきましょう。はい、よろしくお願いします。ガズレレですけど、ちょっとあれですよ、まだチャンネル登録まだの方はぜひお願いしますね。これからもね、もうできる限り
どん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 曲をね、簡単アレンジでアップロードしてきますんで、フォローの方をね、よろしくお願いします。あと、ガズレレホームページね、見てくださいね。いろんな最新情報出てます。これからガズレレどっかとか新しいことをいっぱい始めていきますんで、フォローの方よろしくお願いします。このガズのわがままウクレレも本当大好評で、今もう完売状態なんですけど、まあこれも、次の入荷情報がわかるシステムとかにもなってますんで、わがままウクレレのホームページのリンクもここら辺に貼っておきます。もろもろ本もね、まあそのさっきのこれも、こういうのもいっぱい出てます。よろしくお願いします。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。